ャチャンネル。5万キロ乗っての評価。プレオプラス F スマートアシスト 2WD。 軽自動車を所有したのは初めてです。外観、見た目はおとなしく癖がない。テールランプが自己主張してる。内装、ドア周りから天井、マットまで柔らかい色合いなので、落ち着きのある雰囲気の室内を作る際、ハンドルカバーやシートカバーの色合わせがしやすかった。収納、後部座席を倒すと荷物を乗せるのに十分なスペースが取れる。おかげで単身赴任に必要な荷物を乗せることができた。助手席の下には100均のトレイを仕込んだり工夫するのも楽しい。走り、街乗り高速道路など法定速度で走る分には十分な走りができる。転がるように軽やかに走り、取り回しもし安く車庫入れも簡単。大人の男性4人乗車での運転は重い。高速道路ではきつめの長い上り坂では無理せず東半車線を使った方がいい感じ。サービスエリアからの合流では加速に余裕がないことがある。首都高の細くて上下左右にうねった道では足回りが頼りなく感じることも。山道できつい上り坂では登るのに苦労する。アクセル踏んでも息苦しそうにうなるだけであまり登らない。素直にゆっくり走った方が良いかも。きつい下り坂はギアを B に入れてもエンブレが頼りない。マニュアル車と違って CVT はみんなこんな感じなのかもしれない。乗り心地、運転席の広さは十分。運転中の座り心地も悪くなく視界も良好。長距離200キロ近くを走ることもあったが、運転席でストレスを感じることはなかった。燃費、街乗り高速合わせた普段使いでリッター 24.5 キロです。タコメーターをつけて走ってから燃費が1キロくらい良くなった。交通の流れに乗る際緩やかに加速できる状況ならもっと燃費はいけるかも。タイヤはノーマルとスタッドレスで燃費が1キロ変わることもあった。経済性、税金、ガソリン代、高速料金、スタッドレスタイヤ、とにかく安く上げることができる。気になったところ、アイドリングストップ機能がこまめに効きすぎて再始動で逆に燃費やバッテリーに悪いんではと思うところがあって、信号待ちで止まる時間が短そうな時はアイドリングストップ機能をキャンセルしている。停車直前にギアを S や B に入れるとキャンセルできる。感想、この車は買い物や通勤などの普段使いにはおすすめ。2年で5万キロ走ってますます快調。